今回ご紹介しますのはおうちで簡単栗スイーツということで、今日は栗の甘露煮を使ったバターケーキを作っていきます。栗は生から処理をするとすごく大変なんですけれども、瓶詰めですでに加工されているこの甘露煮を使ってとっても簡単に作っていただけますので、どうぞお家でもされてみてください。はい、それでは甘栗を切っていきます。大きさはだいたい1つの栗を4等分ぐらいに切ります。あまり小さすぎても食べた時に何が入ってるのかわからない感じになるので、ある程度大きさは残していきます。ちょっとシロップがついていて滑りやすいので気をつけてください。それでは作っていきます。まずですね、すべての材料を合わせていくんですが、一番最初に卵を入れてください。卵の状態だけで割りほぐししておきます。こうしておきますと、後で他の材料を入れた時にしっかりと均等に混ざるようになります。はい、それでは残りの材料を入れていきます。まずは溶かしバター、そして牛乳、そしてこちらはお砂糖の代わりに今日は栗の甘露煮のシロップを使います。では一旦混ぜます。はい、こちらにホットケーキミックスを入れていきます。ホットケーキミックスはふるいながら入れていきます。ホットケーキミックス1袋なんですけれども、販売されている会社によってグラム数が違ってたりしますので、購入する際は毎回グラム数しっかり確認していきましょう。ではもう一度混ぜていきます。では一旦止めて、ボウルの周りについたものもしっかり中に入れておきましょう。はい、もう一度混ぜます。粉っぽさがなくなりましたら、先ほどカットしました栗を入れていきます。栗を入れて全体的に合わせたら、はい、生地の出来上がりです。それでは型に流し入れていきます。あらかじめ型の方にはクッキングシートを敷いて準備しておいてください。はい、生地が型に入りましたら、まんべんなくいくように少し揺らしていただいて、あと10センチぐらいのところから少し落とす、中に入っている空気を出していきます。中から空気がいくつか出てくるのが見えます。それでは予熱したオーブンで焼いていきましょう。さあ、焼き上がりました。少し粗熱が取れるまで型のままで冷まします。触れるくらいに熱が取れましたら型から出して紙を剥がして置いておきます。今回はバターをたっぷり使っておりまして、すっごく香りのいい出来上がりになっています。焼きたても美味しいんですけれども、1日置いてしっとりとしたお味もおすすめです。召し上がる方が大人の方で、ちょっとこう大人っぽい香りが欲しい場合には、ブランデー、ラム酒などを入れていただくとさらに深い仕上がりになります。